アミティは1990年代に三菱電機が開発、販売していた業務用コンピュータのシリーズ名。後のタブレット PC の無数にあった先祖の一つといった趣きのペン操作型の Windows コンピュータでポータブルデータターミナルなど産業用途での使用を想定したもっぱら法人向け商品であった。後に、 キーボードを付加し、英語ファイルサイズのノートパソコンの形態とした、アミティ CN シリーズは個人向けとしても販売された。アミティ CN モデル3投資バリブレットなどが好評を、博していた1997年7月に、初代モデルが登場。ペン操作型のアミティシリーズで長年培われた、小型化技術をベースに、キーボードとスティック型ポインティングデバイス、自社製。 CRT ディスプレイと同等の反射防止コーティングを施し、屋外での視認性を高めるなど、独自の改良を加えた液晶ディスプレイを採用した A5 ファイルサイズのモバイルノートであった。当初から個人向けモデルも設定されていたが、流通網が異なることから、型番の一部が異なる。CRT、パラレル、フロッピーディスクドライブ、RS-232C、 イルガ1.1などのインターフェースを本体に搭載、7時間以上の連続使用が可能な大型バッテリーを設定するなど、オプションも充実していた。これは、ソーテック、ウィンブックトリウム133のベースモデルにもなった。翌1998年3月に、法人向けモデルに新型が登場。 430TX チップセットに変化はなかったが、ストラムや USB1.1 に対応、開発コードィリムクの省電力型、MMX Pentium やカードバス、ZV 対応の PC カードスロットを搭載。独自の液晶パネルは、SVGA 表示の可能な8.4インチ TFT がベースのダイヤモンドファインアクティブ液晶となり、本体に冷却ファンを持たずして、 当時の標準的なノートパソコンに要求されるスペックのほぼすべてを詰め込むことに成功した。以降のモデルチェンジは CPU のクロック周波数の変更のみであり、1999年三菱電機のパソコン自社生産撤退をもってシリーズの幕を閉じた。ありがとうございます。